このリップルタウン、この街はね、結構面白い要素があるんですよね。そんなんばっかりやな、このゲーム。しゃあない、本当にそうだからね。まあ、とりあえず疲れたんで寝ましょっか。ここは宿屋だよ、ただでいいよ。むちゃくちゃカタカナ、止まる。私の返事もカタカナになってたんだけど、このゲームのマリオって結構ふざけてるよね。結構ちょい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 、ここのゲームのマリオってふざけてるよな。あ、見てる。おい、見てたぞ今あいつ。お待て、お前私のファンだなお前な。そうじゃないだろっていう。中に入ってもつまんないよ、気にしないで。ここは入れません、プライベートですから。プライベートで、こんな試合そんなんなかったでしょ。ちょっとつまんねえもん見せろよ私にも。もう絶対に中に入れさせないまえ。またいつか来よっか。僕はお客さんのつもり。買い物でしょ、分かってるよ。ここでしかね、買えないもの勢揃いなんですよ、この店は。毒キノコ、ムクムクのクッキー。むくくむくむくむくくむくむふー。下ネタですね、完全にね。ジャグリングおじさんからもらったキノコでいっぱいだね。これ何？あ、あの、星降る丘の時のあれか。へえ、あれアイテムとして手に入るんだ。じゃあこの辺り一個ずつぐらい買おっか、記念に。使わんかもしれんけども。あれ、お金足りんじゃん。金稼がないと。じゃあ金稼ぎに勤しみましょうか。それからどうしたの？これヨッシーのクッキーが無限にもらえるわけじゃないですか。あ、ちょ待って。木のだったっけ、こいつ。それがあればビーンズバレーとかいうところから行けるカジノで遊べるらしい。あ、ブリリアントカード残ったね。ギャンブル好きな夫ってなんか気な臭いね。で、こいつからクッキー3個もらうじゃないですか。で、クッキーもらって売って繰り返したらさ、これお金の錬金術師なんじゃないの？あ、1円か。クッキー1枚売りまして、まあ店に持ってこられても、まあそんなもんか。1円だけ良心的かもしれんな。いや、じゃあ武器防具売りますかね、圧迫してきたし。私できればずっと持っておきたい気持ちもあったんだけどね、コレクター的な気持ちでさ。まあ、しゃあないね。お別れの時もあるさね。まあ、アクセサリーはちょっと残しときましょうか。それからどうしたの？よし、帰るね。ご当地のペナント的な感じだね。使うのかわからんけども、みたいな。まあ、そんな感じで記念に買いましょうか。ありがとうございま。海の真ん中に海賊船が沈んでる。そこには海賊の。あれ？え？なんだったっけ？え？あ？そこには海賊のジョナサン・ジョーンズが住んでいます。怖いよ。なんか聞いてたね。海の真ん中に流れ星が落ちた。多分海賊の。あれ？え？なんだったっけ？え？多分海賊のジョナサン・ジョーンズが持っています。強いよ。星集めてるんでしょ。あと3つだね。おい！お前やっぱりお前ら私のファンだろ！柔道の。違うか。くるくる回って見てると面白い。可愛いなこいつ。ちょっと私もくるくる回るから見ててよ、これ。これね、ね、どう？ね、どう？虫や。キキキキキ、気なすった。欲もまあ気なすった。ひらがなも漢字も使うやん、こいつ。俺が長老だ。この街で一番偉い。偉いんだぞ、わかってるか？あはん、あはーん。そしてさらに偉くなるためには、目上の人が喜ぶようなご機嫌取りをしなくてはダメだ。というわけで、流れ星は海に落ちたんだ。なんか、ひらがなも漢字も使えるからって、他の住人と比べて。なんかめちゃくちゃ生意気だね、このジジイね。何？星が落ちたあたりは海賊ジョナサン・ジョーズの縄張りだけど気にすんな。お前なら勝てる、勝ってもらわなきゃ困る。早く行っといて。まあ、しゃあねえから行ってくるかね。その前にちょっと2階行ってみようぜ。どうせ2階にエロ本でも隠してんだろ、お前。こいつね。やや、チミはマリオくんだね。僕は去年ケロケロ校を卒業したカエル仙人の弟子なのさい。自分の進む道が見つかるまでこの長老の家に居候させてもらってんのさい。なんだか随分街が静かだけど何かあったんかな。そういえばさ、チミ、カエルコイン持ってる珍しいもの言ってあげよっか。こいつね、カエルコインを使って買い物ができるんですよ。あの緑色のコインはこういうとこで使うんですよね。装備してると経験値が倍。これはコインが倍ですと。まあ、買えないけど今。バトル中の消費 FP が半分になります。どうしよう。私のコインの持ち分的に経験値倍までしか買えないね、今はね。買う？買っちゃう？これ。コイン倍ってぶっちゃけこのゲームそんなにメリットないと思うんですよね、私的には。すぐ溜まるし、言うて。経験値倍でさ、このゲーム終わらせよっか。ねえ、買ってみようぜ、これ。はい。とうとう買っちゃいましたね。まあ、もちろん私でしょ。装備するのは。まず主人公を強くしたい病だから、私って、基本的に。やっちゃいましょうや。それからどうしたの？さて、海にやってきました。なんかここにジョナサンがあるということで、バーグでもね、食べようかと。
違うか。とりあえずここでね、防具が欲しいね。防具が。やっぱ海っぽくここの防具はセーラー系なんだね。買い物してくれたから教えてあげる。海に沈んでる船は昔イカのモンスターに襲われてそれで沈んでしまったんだ。前に何度か船に入った人たちがいたけど誰も帰ってこなかった。まあ、つまり今から行くとこにイカの化け物がいるで、っていうことを言ってくれてますね。つまりね。いや、やっぱくせえパンツのままでいいよ。あー、ここはね、キモティータイムですね。これよ、これ、これ、これ。しゃ、行きましょうか。結構私ね、スターで敵倒しまくるの苦手なんだよね。うまいこといけないのよ。こういう操作感がちょっと。いいね。順調にレベルが上がってきますね。まあ、君はいつまでも魔法を上げていきましょうね。あ、ピーチ姫もかい。ピーチ姫は攻撃防御をどんどん上げてね、ムキムキになってほしい。筋肉ムキムキネキになってほしい。これ左下に行くと思いきや、ここに入りましょう。ここね、キノコだの、フラワーだの、カエルコインだのあるからね。ここをちゃんと取っていきましょうか。あと、この渦巻きに入ると下に沈めるから、潜って奥行くと、こう、うっすらと扉があるんですよ。ここ、わかります?で、こう、上に行きまして、アイテムがあるんですよね。あ、イカがいるね。なんかさっきのイカの怪物の話ってこいつらのことかとか、なんか思わなくもないよね。これがね、またマロが刺さるんですよ、この辺の敵には。で、ここに入りましょうか。こっから入れるんですよ。どういう構造になってるのかわかんないですけど。あ、やっぱここ私好きだわ、マジで。もうおしまいだ、巨大なイカの化け物が襲いかかってきた。あと数分でこの船は沈没してしまうだろう。沈没しちゃったんだよね、この船ね。ここマップ上の名前沈没船だからね。さて、じゃあそんな沈没船の奥へ進んでいきまして、ジョナサン・ジョーンズだかジョナサン・ジョースターだかを倒しに行きたいと思います。と前に、ちょっとこっち行ってみよっか。ここにもね、日誌があるんですよね。公開日誌の1ページがある。我々は宝の倉庫に例のイカの化け物を閉じ込めることに成功した。これね、いるってこったよね。読んでみましょうか。倉庫をうかつに開けられないように6つのキーワードで鍵をかけておいた。さらにキーワードを6つのヒントに分けて。あ、やっぱ沈没船だから幽霊がバッコしてるんだね。まあ、瞬殺なんですけどね。余裕でしょ。この左上のカロン、実は喋りかけられるって知ってた。割とみんな知ってるかな、これ。意外と有名かな。と思ったろう。とりあえず、じゃあもう悪霊退散ということでね、聖水で清めよっか。悪霊だからね。で、一撃で消せるんですよ。じゃあ聖水がなかったらどないするんやと。こいつね、魔法とか Y ボタンの技しか効かないんですよ。ほら。めちゃめちゃダメージ食らってるように見えて消えないでしょ?こういう時にね、マロの無双ってことですよ。まあ大体マロは無双するんですけども。何体出てきても大体一瞬で消せるからね。あ、レベル上がった。マリオ14になったね。ウルトラジャンプ?マジで?いや、私史上初の速さなんですけど、私史上初。6人のヒントを解かないと分からないようにしておいたが、6人がバラバラに考えたんで、我々6人以外には開けられないかもしれ。うわ。実はここフラワーあるの知ってました?これ知ってたんですよ。私すごいでしょ。あのこの赤色の中太郎たちがやたら階段の上り下りしてトレーニングしてるところね。さあここね、まずは扉の番を倒しましょうかい。いやマジ任せて。私マジでマリオ RPG 歴100年だから。マジ100段だからね。これ私が向いてる方向に合わせてこの亀が飛ぶから、鉄球をうまくこの左上からね、右下に落としてこのボタンを、押すわけですよ。あれ意外と、あれ意外と動い、ああ、来た!ほらね!いけたっしょ。冒険家インディのメモ。他がどこかにある。冒険家がこの船に乗ってたってことだね。これはね、良きタイミングでボックスを叩くとバネが止まるから、その良きタイミングってどこだよって思うかもしれないですけども、それは感覚ですね。私マリオ100段だから一発で決めるからマジで。おおすごくね?フラワーまで落ちてくるわけですよ。これね、メモ見よっか。探検隊インディゴのメモ。点々のついた音は一つだけ。あ、これなんか点々くんみたいに思った覚えあるわ。意味わからんけど。出た!私超好きなやつ。なんとなく、ジャンプしてダッシュしながらジャンプしてダッシュしながらジャンプしてって言ってゴリ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 十字キー適当に押すとね、なんかどっかに登れたり、どっかに進めていったりするのよ。もう力技ですね。基本的には。ほら、ここ登れたでしょ。で、こうして、で、なんか一旦降りてんじゃね?これ戻ってんじゃね?っていう感覚になりながら降りてるけど実は登ってってこうですよ。すごいでしょ?そう。ジャンプしまくって適当に進めばいけるからね、これね。それが必勝法っすね。何の知識にもならん。
ロイヤルシロップだね。フラワー全開浴するやつ。まあ、キノコよりは使えるんじゃないんですか。ねえ、スーパーキノコよりは使えるでしょ。目を見ようや。すが頭。じゃあ6つあるミニゲームのうち3つ終わったんで、先に進んで後半戦を繰り広げていきましょうか。あ、このアイテムボックス取りましょうや。まあ中身コインなんですけどもさ。こいつ敵の数も多いし、ちょっと強いし大変なんですけども、まあうちには最強の生物兵器いるからね。一撃なんですよ。強くなりすぎてしまったんやが、経験値もうまいし。マリオなんてここから2倍だからね、アクセサリーのおかげでね。ちょ、はいはいはい、急い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 。あいつ復活する前に復活、あー、ダメかい。まあ多分絶対間に合わないんだろうね、あれね。まあ間に合わんけども関係ないんですけどね。瞬殺なんですよ、私にかかれば。思い出の中でじっとしててくれ。あのね、いらっしゃいなのね。こいつからね、ヒントもらえるんですよ。あのね、ヒント教えてあげるね。キーワードはね、お魚に関係のある言葉みたいなのと。おう。最初の文字は、そして巣だったと。点々がついてる文字があると。そして、蚊がどこかにある。なるほどね。見えてきたよね。これね。じゃあ、このヒント集めの後半戦スタートしましょうか。ここはコインの残像をひたすら取り続ける感じですね。時間が経つと消えちゃうから、これ。そして、生み出す親元をこう追い越すこともなく、先に取っちゃうこともなくね、若干アクション性が要求される系のやつですね。この辺もう一回落ちちゃったらもうどうしようもないからね。クリアしたね。目を見ようや。創作体オニキスのメモ、ゾはクの前にある。つまり、ゾク、ス、ゾク、カってこと？これ超単純明快だからね。もう見ててこれ。ヘイ！シェイ！シェイシェイ！はい、終わりー。キノコだ。めっちゃしけてたな。最後の文字は、うん。ここの何の変哲もないセーブポイントの場所に実はヒントがあるんですよ。まあ、変哲はあるか。明らかに怪しい突起物あるもんね。これね。これよ、これこれ。こいつ実は落とせるから、あ、間違えた間違えた。逆向きながらジャンピンですよ。キノコだね。ここで体力フラワー全回復ですね。背は一つもない。いやいやいや、さすがにさ、ここまで来たらわかるでしょ。ここにキーワードを打ち込んでくわけなんですよ。まずは巣と。ほんで全部キーワードを入れた後に、じゃあ言うぞみんな。水族かよ。サマースの三村さんのツッコミじゃん。いや、ごめんごめん。水族館ね、これね。正解だ。通してやろう。マトリックスみたいな手の動きしやがって、お前この野郎。帰ろっか。嘘嘘、セーブしただけですって。てかさ、これ結構謎なのがさ、宝の倉庫にイカの化け物を閉じ込めたっつって、6つのキーワードで鍵をかけたって言ってたんじゃんね。あの、もともとこの船に乗った人たちの遺言でさ、なんでこいつがさ、その閉じ込められてるイカが偉そうにさ、よろしい、来なさい、みたいな。なんかそんな立場で喋ってくんの。マトリックスのあの手の動きみたいなしながらさ、キーワードを言ってみろ、みたいな。合言葉を言えや、みたいなさ。まるでこいつが自らの意志でここの番人やっとるで、みたいなね。なんか立場歪んでるんだよね、これね。まあいいけどさ。適当に殴って進んでいきましょうか。私のウルトラジャンプが炸裂ですよ。あんまなんか、あれだね。まあちょっとマリオで撃ち漏らした敵をなんとか掃討してもらってさ。で、一回この3本の足倒すと次の3本が出てくるから。次の3本柱マンが出てくるからね。そして次の3本柱マンを倒すと最後にようやく大玉が出てくると。どうなんだろうね、これ。Gのウェーブもう一回かけた方がいいのかな？私念のためにかけちゃうんだけどさ。あ、そうだ、そうだ、そうだ。火炎玉、火炎玉。ここでしょう。焼いて焼いてセニョリータしなきゃダメでしょう。で、イカ焼きの丼でしょう。強よ。まあ、雷属性弱点なのかわからんけど。でもなんだかんだそろそろ終わるんじゃない？これラスト一発ぐらい。本当に倒したわ。すげえ。いや、やべえな、これ。いや、マジで私らの快進撃、誰も止められない状態になってる。マリオ RPG 無双になっちゃってんやけど、ほとんど。強くなりすぎてしまったか、これは。あ、マロもレベルが上がったね。14レベルだ。いいね。雪や、コンコン！マジで？マジか！止まらねえな、これ。しゃあ、じゃあ後半戦も行きましょうか。ここの偽マリオ。これマジでね、子供の頃私実力で見つけた隠し要素もろもろを披露したい。こいつ私の鏡のように動くと見せかけてね、見せかけて動かない時があるからね、うまいこと誘導して、乗るのよ。
あ、これ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 、こいつを踏み台にして隠しブロックを押して、そしてまた踏み台にして宝箱を取るわけよ。まあ、最初踏み台にしんくていいんかもしれんけど。これを、これこれ。というわけでね。じゃあ、こいつには消えてもらいましょうか。A ボタンで話しかけるとバトルになって消えるから。まあこれ倒しても沈没船出てまた入ってくれば復活するんですけどね。ここの裏は何気に扉があるんですよ。しっかり取りましょう、宝箱を。カエルコインだから。そしてこのセーブポイントの先にいるこいつ。こいつね、ミミックなんですけどね、こいつ倒した後に手に入るアイテムが結構いいアイテムですから、ぜひとも取っていきましょう。いける？いけんか？ G のカッターいけないんだこれ。まあ私が強すぎてすぐ勝てるわけなんですけども、この安心バッジね、これ状態以上すべて無効なんですよ。まあちょっと G のあたりにつけときましょうか。あとここの水の中の、ちょっと見えるでしょ？扉の丸が、この樽の裏に。ここにね、アイテムがあります。セーフティーリングですね。って言いながら、まあ、こいつ相手の即時技を防げるみたいな、そんなアクセサリーなんで、私使ったことないんですけどね。まあ、安心バッジあるしな、みたいな、そんな感じですね。はい。編集してる時に知ったんですけど、このセーフティーリング、実は結構やばい代物だったみたいで、完全に私舐めてました。インターネット上の情報によると、即死どころじゃなくね、属性ダメージを無効。さらに、すべての状態以上を無効らしいっす。安全バッジの超上位互換みたいですね。本当に知りませんでした。もう二度とマリオ RPG100 段って私のこと言いません。すいません。ほんとすいませんでした。じゃあ、セーフティーリング取りながら先に進むじゃないですかと。そうするとね、とうとういるんすよ。ジョナサン・ジョースター一家が。何、星を探しに来た？残念だったな。あれはこの海に落ちてきたもの、すなわちこの海で最も強い男であるジョナサン親分のもんなんさ。じゃあ私がお前ボコってさ、私が一番強くなったら私のもんかい。そういうことかい。もっと残念なこと教えてやろう。てめえここ通れないぜ。ちょっとじゃあジーノの技でもたまに使っていきますか。これジーノブラスト覚えたからね。このジーノのさ、パワーの溜め方がよくわかんないんですよね、未だに。結構かっこよさげな雰囲気あるんですけどね、この技。92。あ、倒せんかった。まあじゃあマロ先生お願いします。団地でした。経験値とコインがマジで結構うまいんですよね、こいつら。数字がえぐい。こいつ強いぞ。上の仲間に報告だ。ヒュン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 。まあ追いかける前にこれ取ってやな。このキノコってフラワーまで回復してくれるのいいよね。いないぞ。いや、いるけど。逃げたか。いや、いるけど。気づくやろ。踏んだ感触とかなかったんか、お前ら。これでも暗い。あ、急に跳ねた。主人公補正だね。主人公補正。いない。あ、もう来やがった。だからここは簡単には通さないぜ。どうしても通りたいなら力ずくで通ることな。君たちさ、マジでマロ先生の足元にも及ばんことをまだ分かっていらっしゃらない。こいつは驚いた。この世界ナンバーワンであるミスターマロを知らない田舎者がまだいたとはね。はい、カツが入りますと、終わりですよ。ついよ。あ、もう終わり終わり。終わりです。あんた強いよかろう。通してやる。まあ、てか、マロ先生の実力なんですけどね。私っていうよりも。いたね。ジョーンズ言うだけあってサメなんですよね、こいつ。お前がマリオか大活躍らしいな。このスターはな、俺の海に落ちてきたんだ。つまり俺のもんってわけだ。別にお前にやる気はね、欲しいなら腕つくぜってことさい。さあ、ようやく、この海ステージからの沈没でも終わりが近づいてまいりました。G のウェーブまずかけまして。あ、ごめん。G のウェーブ、マロ先生の方が良かったかもしれんな、これ。ちょっとミスったかも。一点集中。全然食らわんけど。びっくりするぐらい相手の攻撃食らってないけど大丈夫？これ勝負になってませんよ。皆さん。あ、終わった？じゃあこっちも攻撃させてもらうね。さよならだ、みんな。つえー、マジで。強すぎだろ！おかしいぞ、こいつ。さあ、もう相手一人になっちゃったんですけど、どうするんですか？ジョースター先生。サメ肌強化されたね。硬くなるぞ、これ。硬くなる、硬くなる。なははははははは。なかなかやるじゃねえか。かなり強がりいってるけど。どでーい。マリオとやら、俺様とサシで勝負しねえか。いや、もうサシでやっても。気に入ったぜ。いや、気に入ってくれて何よりですけど、お前。まあちょっと一回戦ってみましょうか。49！ 全然ダメージないやん。やばくね、これ。あ、1だ。ははは。相手の方が終わってたわ。
もう勝てる可能性ゼロやんこいつ、絶望的やろ。フリーザを前にして泣き出したベジータぐらい積んでるやんもう。いや全然こっちのダメージ通らんからさ、あれこれやべえかみたいな。いや言うて私結構レベル高い方なんだけど、それでもやばいのって結構一瞬焦ったよ。あ、倒したわ。それはまあ勝つよね。まあ相手の防御力が上がってちょうどいいと思いきや、相手の防御力が上がっても別に何も差は埋まらんかったね。特に差は埋まらなかった。ほらまたレベルも上がるし。ここにいるだけで何レベル上がったんや私は。あ、ムキムキになろうね。さすがやるな。よし、このスターはお前のもんだ。あっさりくれたね。男らしい感じですね。男というか、勘だね、勘。漢字の勘。漢字の勘で書いて男ですよ。自慢のサメ肌も私が殴りすぎて、ハンマーでこそぎすぎて、もうボロボロなんじゃないですか。大一致みたいな。あの服で隠れてるけどさ、隠しきれんほどの生傷が絶えないんじゃないの、私のハンマー刺さりすぎて。かわいそうなもんだぜ。おー、揃ってきた、揃ってきた。揃ってきたね、みんな。あと二つだよ。じゃあ行こうか。おいおい、見事なジャンプだが、人の頭の上には乗んねえ方がいいぜ。え？いや、ごめん、なんて？え？あれ？おいおい、見事なジャンプだが、人の上には。あんたのパンチ結構効いたぜ。どうしても欲しいって気持ちがこもってやがったぜ。それだけ必要なもんだったってことだろう。さっさと行った方がいいぜ。そっか。ありがとうだぜ。な。それからどうしたの？出待ちだね。キャーマリオさんみたいな。キキ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 、ご苦労さん、星が見つかったようだな。しかし、ここまでだ。お前はまんまと騙されていたが、実は俺は、カジオ軍団の一人、ヤリドビッフィ様だ。驚いたが。まあ無理もない、明るく楽しい住人の雰囲気は完璧だったからな。ああ、これはね、パターン分けのお時間ですね。断るとか選ぶと、監禁されてる本物の住人が危ない目に遭うんですけど、まあ、とりあえずすぐ渡すわ、スターピースを。まあ、しょうがないよね。住人の命には変えられませんよね。マリオたるものね。まあ、村人のためにやっぱりね、正義の味方として、団長の思いでね。てか、ここだろ？ん？扉ぶっ壊したろか、マジで。まあ、いるんすよね、まだ。追いかけたところで。このフォースは何をグズグズしてるんだ？未だ逃げずに、うんたらかんたら騒いでいるのを、静かに見守るマリオ。そして、海に逃げ出そうとする敵たちですが。ジョナサン・ジョー・スターが、それを阻みます。ジョナサン・ジョーンズが、観念して、覚悟を決めたようでして、戦闘が始まります。では、本当の姿をお見せしよう。合体だ！ちょっとこのシャカシャカ言ってね、ぐじょぐじょぐじょってなるのはちょっとキモいんですよね。そしてそれも含め、間違いなくマリオ RPG のプレイヤーの多くがトラウマになったこいつ。ヤリド・ビッヒーとの戦闘ですよ。こいつ雷属性が弱点だからね。マジでここでもマロ先生にカツを入れてもらう戦闘なんですけど。いや、こいつマジで強いの。さっきのジョナジョナとかマジ遊びだからね。はっきり言うけど。マジでハンバーグでも食べてイチゴオレでも飲みましょうかぐらいの感じですよ。本当に。出たー！出ました、こいつの代名詞。水蒸気爆発。へへへへへ。いや、頭おかしいって、やっぱこいつ。マリオなんて特にレベルめっちゃ上がってんだからね、今。ツンデレみたいな喋り方になったけど、これで即死で壊滅がこのゲームのあるあるだから、マジで。いや、もう次やられたら G の死ぬやん。終わりですやん、もう。やばない？とにかくもう先生の雷をこする。こすってこすってこすりまくって削る。これが一番です。もう先生相手にね、魔法で20とか食らわせる時点で結構やばいからね、こいつね。先生ってその辺の雑魚の魔法とか、本当はダメージ1なんだから、普段は。ウィルオイスプだ。あー、いや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 、もうこれもおかしいんだよね、本当は。どないなってんの？レベルアップの時のボーナスで魔法系のやつ上げまくってんだからな、先生は。いや、普通に私死ぬ可能性ゼロではないからね、この強さ誇ってても。先生がただひたすら核弾頭みたいに突っ込んでいくしかないから、もう。おー、しゃしゃしゃ、来た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 。このゲームって割とマジでこいつが壁として一番高くない？それあるよね。帰ろうか。あ、鍵だ。鍵とビラがあるね、マリオへ。まあ、あんたのことだからあんな野郎は楽勝だっただろう。いや、楽勝ではないかもしれん。ところで、でっけえ斧が空を飛んでるのを古文が見たらしい。まだか、斧フォースはって言ってたよね、さっき。まだ悪い奴らの企みは終わってねえようだな。そんな奴ら遠慮なくやっちまえ。陸は息が続かねえから一緒に戦えねえけど、海に来たらまた遊びに来いや。ジョナサン・ジョーンズ。かっけえな、こいつ。こいつみたいにかっこよくなりたいわ、私も。じゃあ、鍵を拾って扉をぶっ壊しに行きましょうか。GTO バリにね。はい、どいたどいた、マリオさん。
このリップルタウンをごめん、初見じゃないんだけどさ、いや偽物はあんなに流暢に喋ってたのにこいつはひらがなしかないんかいってちょっとツボでさ、これ私好きなんですよ。ごめんごめん、そこまで私たちを気遣っていただいたほんのお礼です。フラワーギフトだ。あの偽物たちにスターピース渡すシーンあったじゃないですか。あそこでね、私がごねればごねるほどね、このプレゼントの質が落ちるんですよ。面白いっしょ、その作り。ちょっとやろっか。断る。そうかい。では本物のリップルタウンの住民はどうなるかな。やめろ、何をする気だ。おいバカ、やめろ。なんじゃ、何をする気じゃ。やめてくれー。あ、いやいやいや、何されたい。罪のない老人がこれ以上くすぐられるのはかわいそうだろう。くすぐられたらしいね。かわいいよねこれね。マリオさん、このリップルタウンを救っていただいて誠に感謝しております。多少こちょこちょとくすぐられましたが気にせんでくだされ。これはほんのお礼です。嫌味だよ、ね、フラワーセット FP3 になったね。さっき5上がるやつだったけどちょっと質が下がりました。じゃあ2回くすぐりパターンですよ、これが。なんてやつだ、本当にひどいやつだ。これ以上くすぐられるのはかわいそうだろうと、罪のない老人が。いや本当にかわいそうだ。断ーる。いや、やめろーやめろー、ジジイを何するつもりだお前ら。まさか二人で。おい、そこは勘弁してくれ。あひひひひひひ、ガク。ジジイのよがり声っすね。マリオさん、このリップルタウンを作っていただいて誠に感謝しております。わしもひどい目に遭いましたが、マリオさんの苦労に比べたら何のその。でももう二度とは味わいたくないですな、あんなくすぐりは。これはお礼です。では失礼。フラワーカプセルだ。フラワーポイント1だけ上がるようになりました。じゃあ3回行こうや。ほんと最低だ、なんでそんなことできる。断る。なんと、こんなの初めてじゃ。あひひ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 ひ、恐るべしテクニックじゃがく。ジジイの悶絶シーンを見れる稀有なゲームですよこれは。私の性癖にはないけどごめんな。マリオさん、このリップルタウンを作っていただいて誠に感謝しております。わしがくすぐられたのは仕方ないこと、わしは長老ですからな。マリオさんはくすぐられるのは平気な方ですかな。マリオさんはくすぐられるのは平気な方ですかな。あ、これはお礼です、どうぞ1コイン。ガチギレしてるやんこいつ、ガチギレしてる、マジでガチでキレてる。ちなみにこれもうこれ以上やっても同じだからね。あの4回とか断っても5回とか断ってももう同じイベント、もうこれで1コインです。マリオさんはくすぐられるのは平気な方ですかな。あ、これは俺です、どうぞ1コイン。いや、めちゃくちゃ嫌味だよね。嫌味中の嫌味じゃない。いやーこれマジで面白いわ、これ本当に面白い。